やってまいりましたけれども、ちなみになんですけど、あの YouTube の企画の中でこの企画撮影してた時めちゃめちゃ印象に残ってるんだよなとかってのあったりします？ドレミの歌芸めっちゃおもろい、ほんまにおもろい。あれはやってておもろかった。あれといつも言ってるエディートイケメンマッチエディートイケメンマッチは好きだったんだ。うん、そう、もうほんまに好きやねん。もうゆうきくんがもうおもろすぎるほんまにゆうきくんがおもろかった。マジでおもろかった。そんなゆうきくんがあるんですか？え、俺はね、50音やっぱみんなのおもろい。あー、50音ね。あー、50音でそれか。あー、そう、50音シリーズの最近出してんねんけど、企画会議では50音はずっとやりそう。何でやりそう？俺らの中では候補2つあるんですよ。俺は出してんの1個あー、いいね。で、僕はジャイアン。ジャイアン、これで出してるけど、力いきたいぞ。まあ、あの皆さんね、あのいろいろ思い入れのある企画とか面白かったなっていう企画あると思うんですけど、やっぱりね、 CCC の中でも視聴者の皆さんが好きな企画、そしていろんな人に見ていただける人気の企画あると思うんですよ。本日はこれのね、集大成をお見せしたいなと。マジ？おお、本日の企画は、はい、ファイブボンバーゲーム。今回はいつもやらせていただいているファイブボンバーゲーム、まあ僕たち5人がね、そのファイブボンバーが伸び始めた頃に、まあ、あの固定メンバーでやってた頃に、まあ、いわゆるあのゴールデンボンバーズということでね、そんな僕たちは果たして成長してるのか。まあ、それはしてますよ。問題が難しくなってますから。じゃあそれは難易度が上がった問題のせいでクリアできてないだけなのか。まあそれは、それはそう。そんなメンバーのね、言ってることが真意なのか確かめていける回となっております。本日はファイブボンバーゲーム過去問集でございます。おすごいね。しかも過去に僕たちが成功できなかった、あ、してないパターン、してない問題を、キュッと集めてきていただきまして、じゃあその時はできなかったけど本当に成長してるっていうのであれば、まあ、映像で毎回人に答える、そうそうそう、他にもこんなことない、出してくれてるから、はい、ってなったらそのね、見てたらいけるってことだ。例えばショート動画だったら自分らが最後失敗したやつでもこんな歌あるよって無数に送ってきてくださるね。コメント送ってくれることもありますから。逆に怖いで、これ失敗したらやば。俺せえへん自信ある。俺結構俺もいけると思う。見る人やから。うわぁ、それは痛いな。お前マジでもう一番いけるな。そうそう、今までの中では一回やってる問題ですから絶対いけるはずなんですよ。というわけで、本日は今までの思い出を振り返りながら皆さんと一緒にファイブボンバー楽しんでいければと思います。それでは早速やっていきましょう。ショータイム！はい、それでは早速やっていきたいなと思います。はい、さあそれではみもんさん、かかってきてちょうだい。一発目からリスナーといてなかった。何それ、新しいプレッシャー。まだ、やだやだ、いやいやいや、なんだよ。俺らも全部クリアするから。え、ちょっと緊張してきた。えぐえぐえぐえ、そんな大丈夫です。それでは、自信持ちましょう。もうじゃあいけるわ。それではマスターに言うてください。気持ちが大事だな。行きましょう。第1問目、お願いします。ブルーが入る曲、5曲歌え。よーい、スタート。ブルーブルー、やばいやばい。スカイ…なんか、何やったっけ。ブルー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 、やっぱごめん、ほんまにやばい。こっちガチでやばい。スカイブルーのマフラーがあんねん。おー、そうやったよ。いけたよ。違うよ、惜しいよ。の問題、スカイブルー、ブルー、え、そのまんまやろ。スカイブルーのまんま。違う、ちょっと最初からやった。最初から何度歌ったの。雪降るとこからいけ。今年よ。あ、違う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 。おい、ブーブルー、こ、スカイブ、スカイブルー。あー、おい、スカイブルー、悲しい、悲しい、悲しみブルー、悲しみブルー、ブルー、ブルーバード、ブルー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 スカイブルー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 ざわめく街で見覚えのあるスカイブルーのマフラー。中国語みたいな。真っ赤なブルーだ。あれですね、小袋さんの青空飛び交うブルーバーズ。それと My blue many nights Many blue moon。 いけたんだよね。いやまあでも YouTube
中国のいいとこはな、生放送じゃないことやから。いや一発目やからできることのとこもあるんちゃうかな。一発目でや、一発目やから、一発目でやクリアできなかったやつが、いやこれがさ、5問目とかやったらさ、もうなんかつなぎの話は1問目はまあできるっちゃできるけどね。CCC 編集チームが一切それをやってくれないだけで、あ、このユーチューバーさんやってますよ、絶対に。おかしいつなぎとかありますもん。じゃあ、ニコさんお願いしてみたいな。撮ってしまってるから、ね、撮ってしまってるから、あと編集するのはそっちやな。いや、お願いするっていうか、そっちがいいと思うけどな。あ、そういうスタンスでお願いする。そういうスタンスでお願いする。普通になんか、俺の気持ちが第一問ってブルーが入るって、もう言いな。嫌いやわ、こういうやつ。マジで。ええって、まあサラセ集大。これガチでやばいな、ガチでやばい。なんかすっごいスッキリするね。いや、でもそれこそフータ君で止めたブルー、うわある、あ、頭真っ白や、あるや。悲しみに唇乗せて、うん、悲しみブルー、悲しみ…悲しみブルー言ってるやん。うわ、お前すごっ。うわ、ちょっとホラーなんだよこれ。同じことして同じ間違いよ。あー、ごめん。ごめん、マジで。じゃあ、行きますか。行こうか。次の問題、はい、お願いします。太陽が入る曲5曲歌え、よーい、スタート。あるよ、うん、太陽さんさん盛り上がる今年は歌いたい。はい、せいで、あ、よくて星が忘れる場合で、眩しすぎる君の横顔ちゃう、横顔や、何を言ってんの。太陽、ね、手のひらを太陽に、真っ赤に燃えた太陽だから、はい、ヘイ、光らない太陽。何がいいって、多分前回歌ってないですよね。歌ってない。僕も多分俺から太陽歌ってない気がする。それもそうだし、いけない太陽お前で歌ってない。いやいや、クリアした時ぐらいもうそんなんクリアしたらいいでしょ。シビアよ、はい、それでいや、シビアよ。次の問題、待ってきなさいよ、あなた。お願いします。楽器の名前が入る、あったな、そんなん。五曲歌え、よーい、スタート。絶対あれやん。楽器。楽器。あ、夏が始まった男のみんな、夏が始まった男のみんな踊れ、祭り太鼓片手に裸になって始まった。君からもらったクラリネット。ごめん。もしもピアノが弾けたなら、ロッキン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 鳴らすエレクトリックギターはダンスタップダンスタップや。うわー、ねえ、マジで、あの、あれやる、ちゃんと力合わせよ。そう、そうだな、そう、力合わせよ。これはもうなんか誰が悪いとかじゃなくて、ちょっとクリアして、強力だ、ちゃんと歌う、踏ん張れません要素もちょっと、そう次の問題いきましょう、お願いします。まつのまが入る曲5曲歌え、よーい、スタート。奇跡を待ってたんだ、もっとあんな恋がしたくて、こんなはずじゃなくて、ま、
え、松と待ちってちゃうやな、ま、え、ちょっと待って、何松を当てる待ってるよとか、うん、そっちの松やん、そう、待ってる、あ、ま、ま、あるあるある、これあるある、俺まだある、ね、結構手に、にある、え、じゃあもういい俺松を待つ、だよな、そうなんだよ、いつまでも待つ、うん、待って花を咲かせなよ、今宵は雨だろう、だから僕を待って、待って未来を待って待って泣け、ちょっと待ってプレイバックプレイバック、昭和か、令和まで行きましたね、よく出てきたね、すごいよ、そっか、だから自分が出てないファイブボンバーの時のお題はワンチャン怖い可能性あるよね、いやでも動画見てたら一緒です、ブルーカットされる系いる、もしかして、あれ、あ、そういうこと、1問目そういうことか、怖い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 、あ、そういうことか、だからそのテンションで来れたんか、すごい、うん、じゃ俺とお前の信頼関係なら分かるよ分かるよな、うん、みたいな、やめてどうぞ席替えしときます、しましょう、よし、しましょう、この流れで次の問題、お願いします、踊るの踊、いや、いけるよが、入る曲、ご曲歌え、よーい、スタート、踊る踊るランウェイ、ランナウェイ、どうしようかな、何やったっけ、いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ、もういけ、並びな、踊りな、踊りな、踊りなって踊って、踊って踊って、踊ってスタイル踊ー、踊ー、踊お、3個なんで、俺も3つ、いけるいけるいける、あ、いける、3つだけ出てきてる、いいよ、ビーハラビーハラ踊るポポコリン、はいはい、心踊るアンコール、心踊るアンコール、オッケーオッケーオッケー、踊らなそう、うわぁそうです、カーめっちゃおもろかった今踊って、やばい、踊る踊る踊る、はい、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、もうさ、輪になってる、これさ、ほんまにすごいよな、3あってさ、3出ちゃったそれやってんで、マジであるよ、そう、ある、これなんなのな、俺、輪になって踊るもあったけど、多分、踊らんのその大体かなと思って歌った、あ、普通に死にかかってる、ちょっと待って、このチームプレーやで、これ、あ、そうなの、バランスを保とうかな、あー、均衡ね、そう、世界の均衡を保つ人だから、彼は、そう、じゃあ俺もっと傷ついてるけど、お前どんだけ傷つけてもヒビ入るのに10年ぐらいかかるから、そうです、俺、あ、そうだよほら、ほら、ほら、全然傷つかないほら、それでは次の問題お願いします、ずっとが入る曲、5曲歌え、よーい、スタート、3つありますよ、うん、じゃあこれも3つで出てますね、これもいいですか、いきます、はいはい、ずっと一緒にいようぜ俺たちいつまでも、いやいやいや、ずっとずっとそばにいて、ナイス、ずっとずっとずっと変わらない、ずっと前から君が好きでした、ずっと孤独だった壊れた心のドア、イエーイ、君を見えたら君に出会えたら、うわ、そうや、すげえ、すげえ、いや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 、すごい、それはおめえみたいになってすごいすごい、そろそろラストいきます、おーい、いきましょう、最終問題、はい、走るの橋が入る曲、5曲だ、よーい、スタート、橋、絶対いけるわ、
てるやんな。いいか、ポン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 。走る走る俺たち、走り出せ走り出せ、明日を迎えに行こう。うわ、これはでも鉄板だった。走ろう、うわ、走れ走れ椅子取る、走れ走れ巻き場を巻き分けて、前3人にボディーブローくらいつ走る街を見下ろして、いやだからそのあんまり言わん方がいいかもね、成長したぞとか成長してるんで。これでももう一回できるわな、別に。まだ間違えたやつあるしよ、さすがに、うん、これちょっとね、これ次俺らも予習してくれますから、いつ来てもいいから予習しておきますから、はい、ちょっと次にね。じゃあ次はもうパーフェクト歌集団として、そうしよう、動画を出せる。なんかもうかけよう、ガチでそのレベルで撮りに行こう、うん、